皆さんこんにちは、森崎アリスです。今日は、映画、これ見えますかね、デイレイガールズの試写会に遊びに来てます。そして今日はなんと私のチャンネルに、このグロいチャンネルに美女2人ゲストに来ていただきました。どうぞ。はじめまして。こんばんは。しゃべっちゃってください。どうぞどうぞ。足立梨花です。よろしくお願いします。百瀬美咲です。いやー、めっちゃいい匂いですね。逆にいい匂いしますね。いや、本当ですか？なんかすごい汚い声です。いい匂いです。ありがとうございます。昨日からちょっと声が出なくなって。あ、そうなんですか、急に。そう。すみません、だからどんどん今日映画の宣伝をしていただきたいと思う。いいんですか？ありがとうございます。はい、じゃあ、まず簡単なところからいく、うん、大丈夫です。あの情報として、2月21日から全国公開されます映画デイレイガールズは1980年と現在の2つのパートからなっていて、あの友情だったり青春だったり、多分たくさんの方が共感してもらえる部分が入っていると思うので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。すごい、も私も見たんですけども最後はもう泣いちゃって、めっちゃ嬉しい。もうなんかもう なんですかなんかもうネタバレになっちゃうから何も言えないんですけど、なんかもう本当に感動するというか、もう友情のとかもすごいなと思って、女の子同士の友情ってすごいなって本当に思って、素敵だなって思いました。本当私の役は皆さんに共感してもらえるのか、ちょっと途中でなんだこいつって思われるのかドキドキするんですけど、切ないなって思いながら見てたんですけど、ありがとう。ティーンの子、私のファンの子多いので、ぜひよかったら皆さんに見ていただきたいなってすごい思って、ぜひお願いします。バンバン宣伝させてください。本当にお願いします。見てくださいね皆さん。これは全国公開でいいんですよね。はい、2月21日から全国公開しています。ぜひ見てください、はい、じゃあ下の概要欄に、あの一応こうやってやればいいです。概要欄に一応なんか説明いっぱい書いておくので、また皆さん見てください。お願いします。ということで、今日はレレガールズの社会科森崎アリスと足立梨花と百瀬美咲でした。お送りいたしました。またね、バイバイ。